川淵真理子の10分で教えてベンチャー社長。このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社ファイブゲート代表取締役小笠原隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここからは馬淵さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小笠原さんは自動車のタイヤの空気圧のモニタリングシステムを展開されています、はい、で常にこのリアルタイムで空気圧を正確に管理する技術が評価されて、日刊自動車新聞の用品大賞も受賞されています、はい、でまあ、タイヤってパンクのこのバーストとかっていうのはその走行不能になるだけではなくて、まあ、命にも関わりますよね。そうですね。詳しくこのあたりを伺ってもよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、実はあのタイヤのトラブルっていうのはですね、高速道路の、トラブルの原因のですね、まあ、1位になっているぐらいでして、まあ、その原因はタイヤのパンクとかですね、あと破裂してしまうバースト事故っていうのが、多いんですけれども、我々はそれを、解決する商品をですね取り扱っております、はい。そうですね、自動車のタイヤの空気圧モニタリングシステムというものなんですけれども、はい、商品名をエアセーフというシリーズで展開してます。今日お持ちいただいたんですね。あ、そうです、はい、はい、こんなパッケージで、はい、かっこいい。マウスは持っているのがこれがモニタリングする。これがモニタリングですよね、はい、これを自動車につける。そうですね、あの それに、空気圧が表示される数字でですね、ここに数字が出るんです、ね、はい、バルブがそこにある。マウスはそのボール状のバルブ、はい、これバルブ、はい、それがセンサーですね。センサー、はい、そうですね、これがあの空気を入れるところになってまして、うん、その裏にセンサーがついているっていうものですので、うん、はい、まあ、普段はもう全然見えないものですね。こっち側がタイヤの中に入っている、はい、ここそうです、はい、その通りですね、はい、はい、ここから空気を入れますので、はい、なるほど、分かりやすい、はい、でこの丸いバージョンは、はい、それはそうですね、まあ後でもうご紹介しますけれども、あのこれもそのこれは乗用車用なんですけれども、うん、こちらはトラック用に開発しまして、はい、取り付けがいらないですね。このスーパーボールのような形のセンサーになってますので、タイヤの中にこう転がしてポロンと入れてあげれば、中でこう、動きながらですね、空気圧と温度を検出するっていうセンサーになってます、はい、これすごくあの画期的で、ちょっと世界で、まあ、初めてあの弊社が、はい、あの形にしましたので、はい、坂本さんもね、はい、最近車を買い替えられたというところでね、僕日本車なんであれですけど、この外国の車は結構このモニタリングシステムってありますよね。何気にこのバルブって実は日本強い分野で、太平洋工業さんとかすごいシェア持ってたりとか、ね、はい、世界でしたりして、はい、でもなんでこれ日本でないんだっていうのが、うん、よくわからないんですけど、ね、これってなんか道路状況が良すぎるからだとかいう話、はい、いやそれでも別に世界の流れからしてもモニタリングしてもバースト事故も絶えないじゃないですか。そうですね、この辺ちょっとお聞かせいただけたらと思うんですけど、お願いします。そうですね、はい、そうですね、トラブルとしてはやっぱりあの、タイヤの、破裂とかにつながるとですね、うん、まあ、走行安定性を失って、まあ、事故につな大事故につながってしまうことがあるんですけれども、うん、まあ、日本でその法制化にならないのはやっぱりそこが何て言いますか、うん、まあ、他の諸国に比べるとですね、道路状況がやっぱり良くって、まあ、そこから、まあ、その人命に関わる、まあ、事故があんまり多くないという判断のようなんですけれども、はい、ただ、まあ、JAF のですね、乗用車の救援のですね、出動回数がタイヤのパンクとかタイヤのトラブルだけでも年間40万件近く出動されているという、すごい数ですね、はい、すごい数なので、まあ、それだけ40万件ですね、困っている方がいらっしゃるということなので、はい、まあ、タイヤがトラブル起こるとその予定が崩れますし、はい、まあ、運送業の方はですね、まあ、荷主さんの、まあ、約束をちゃんと守れないということになりますので、まあ、そういったことの損失が発生しやすいと思いますので、まあ、法制化の、まあ、それを待つ
前にですね、あの弊社としては役に立つ、世の中の役に立つ製品をまあどんどんこうリリースしていきたいなというところで始めてきた経緯があります、うん、あの、はい、今コメントでですねリスナーの方がつい最近バーストしましたっていう、はい、コメントもありましたし、あと、はい、ガソリンスタンドで空気圧測りましょうかは断っちゃうよねっていうコメントもある通り、やっぱりなんかなんとなく空気圧の点検って時間もなかったりでこまめにしないような印象があるんですけど、うん、そうですね、セルフになってさしなくなったんですね、はい、そうですね、結構ね、もう本当にその通りだと思うんですけれども、はい、やっぱりあのセルフスタンドですとあのガソリンスタンドのお兄さんが、はい、あの見ましょうかって言ってくれることすら少なくなってきてますので、はい、最近セルフで宇佐美ヨットの前ちょっと貸してくれよって言ってあの空気圧測ろうと貸した500円ですがってマジかよみたいなそういうスタンドもあるんですよ、はい、まあ、そうなると余計あのタイヤの空気を見るのが億劫ですし、うん、まあ、まずその必要があるって知らない女性とか、うん、まあ、あのお年を召したドライバーさんとかもいらっしゃるんで、やっぱりまあそこをですねあの教えてあげるっていう機能を、まあ、あの車に導入させたいので、うん、まあ、こういったものを、ご用意して、まあ、それこれをですね、まあ、あの安全のために使っていただけたらなと思って展開してます、うん、はい、私自身車を運転しないので、うん、当たり前のように、まあ、空気圧とかってあの正常に保たれているものと思っていたので、うん、はい、今日の今のお話聞いてゾッとしましたね、そうですね、メンテナンスがいるってことですね、自分の意識でも、そうですね、あのタイヤの空気って、あ、ゴムはですね、あの空気が自然に抜けていってしまう構造になってるんで、構造といいますか特性があるんで、まあ、自転車も同じですけど、あのしばらくするとこう潰れてきますよね、で重くなってくるので、あの、まあ、そういったところが車でも起こってるっていうことですね、うん、なのでよく知らない私からしても、はい、この空気圧センサーが搭載というか、うん、使っている車っていうのは安心だなと思いますね、うん、そうですね、うん、はい、実際にまあ個人の方もそうだし、まあ、トラックの方も、まあ、使いたいなって思われると思うんですが、どうやって導入したらいいんですか、御社の。はい、現在ですね、そうですね、もう 4,5 年あの販売展開をしてまして、今流通が少しずつあの、うん、確立してきました。して、まあ、ご近所のですね量販店さんはですね、あの、カーショップさんとか、あとはタイヤ系列店ですね、うん、はい、あのそちらで、取り寄せをしてもらうようなことはできるようになってますんで、うん、はい、あのいつも行かれるところにご相談いただければ入手はできるかなと思います。取り寄せ形式です、棚に並んでるっていうよりは。そうですね、今あの、こうお店に並んで、はい、いつでもっていう状況にするのは目標でして、うん、はい、まだそこまでは至らないので、まあ、そこにこう欲しいなっていう人がたくさん出てきていただけるように、うん、まあ、あの啓蒙活動とかですね、うん、はい、あの PR を今努力してやってるところですね、うん、エアセーフですね、はい、エアセーフで、うん、そうですね、はい、その安心を得るための値段が気になるんですけど、うん、そうですね、はい、値段はですね、4輪用の、こちら の, その4つセンサーが入っている乗用車タイプには、3万円台ですね、はい、それで、まあ、種類2種類ありますけれども、お好みで、選んでいただけるようになってますね、はい、なので、まあ、タイヤ交換の時に一緒にあのご注文いただけると一番タイミングがいいかもしれないし、タイヤを外さないとつけられないので、うん、はい、そうですね、そうですね、はい、今どのようなメンバーで運営されているのか、生産体制とともに教えていただけたらと思います。そうですね、はい、今そう、このエアセーフをですね TPMS っていうんですけれども、まあ、こちらを、導入、するきっかけになったのは、あの今、弊社のですね、顧問をやっているものなんですけれども、その顧問がですね、もともと、海外の、自動車メーカーと輸出入の取引をやっておりまして、まあ、そのノウハウからですね、台湾のメーカーから、まあ、こういったものを、日本でも 役に立つものをあの展開したいんだという相談を受けまして、うん、これはもう本当に役に立つ製品だからということで、日本向けにですね、あの周波数電波でやってます、通信してますので、電波法をクリアするようにカスタマイズして、エアセーフという商標をつけてですね、あの販売を始めたのが、経緯になりますので、はい、今その、顧問が、ですね、その連絡をあの本国と密にやっていただいて、あとは営業と、事務方とですね、まあ、6名の体制で今一生懸命、やっているところです。これからどんどん拡大していくっていう感じですよね。あ、もうそうですね、そういう目標を立ててますので、じゃあ本物、はい、
まあ、事業展開改めて伺ってもよろしいですか、最後に。そうですね、はい、はい、事業展開としましては、うん、まあ、近々にですね、年内をにですね、はい、こちらの四輪の製品 の、 あの新しいバージョンを、計画はしております。ただ、まあ、あのこの部品の事情ですね、あの遅延の事情があるので、ちょっと、まあ、あの思った通りにっていう感じはちょっとずれるかもしれないですけれども、あのより安くですね、使いやすいものをあの展開していく予定にしてます。あとはですね、トラック の、 そのこういった製品も扱ってますので、そちらの、トラックの巻き込み防止装置ですね、うん、あの、左折の時にですね、自転車とかを巻き込んでしまう事故もありますんで、それを、巻き込む恐れを、なくす警告装置があるんですね、あの曲がっちゃダメだよっていう、はい、そういったものもあの随時そうですね、今開発をして、あの世に出していきたいなと思ってます。新しい柱も立ち上がりそうだということですね。そうですね、そのように今、はい、舵を切っていくところです。はい、まあ、コメントで空気圧は燃費にも関わるから大事と、今ね、この原油高の中注目していきたい方も多いのではないでしょうか、はいはい、ということでここまで素敵なお話をありがとうございました。ありがとうございました。さて来週のゲストは株式会社フレインエナジーの小池田明さんにお越しいただく予定です。ここまで小笠原さん、そして馬淵さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。